高級料亭などでも超がつく高級魚として知られるアカムツ、別名ノドグロの名で知られ、その希少価値に海のルビー、赤いダイヤとも呼ばれ、多くの釣り人を魅了する魚。今回この釣りの魅力を紹介してくれるのは、船釣りのジャンルに幅広く精通する鈴木慎太郎さん、松本圭一さんの2人。来た。いやー、面白すぎるよ。来た。やったねー。超嬉しい。茨城県の最東南端、太平洋と利根川に面している波崎漁港。波崎沖でのアカムツ釣りは夏から秋にかけてがハイシーズン。カンネコネと呼ばれる水深120から130メートルラインが絶好のポイントになる。今回の釣り人、鈴木慎太郎さん、千葉県出身の船釣りのエキスパート。中でもライトヒラメや一つ天野など最新情報をいち早く取り入れ、情報発信の中心的な存在。そして松本圭一さん、船釣りのジャンルに幅広く精通し、大物から小型魚までさまざまなターゲットを追いかける達人。7月上旬午前4時、2人は波崎港に集合した。おはようございます。おはようございます。今回はこの、はい、波崎からカンネコネで、はい、アカムツですね。松本さん、始まったばっかりの、はい、いいですね。まあ、本番が8月から9月にかけてみたいな感じなんですけど、始まったばっかりでの割には数が出てる。出てます、うん、あ、当たりは結構もらえるんじゃないかなと。ちょっとね、楽しみにしてます。2人は暗いうちから船に乗り込み、明け方の時間帯を狙う。茨城県波崎沖、アカムツ釣行初日。1時間ほどの沖合にあるカンネコネと呼ばれるポイントに到着。よし、じゃあまず餌つけましょう。でね、今回ね、サバの切り身と、ホタルイカが用意してあるんで。鈴木さんは上張りにはホタルイカのみを使用。ホタルの目と目の間に抜くような感じ。下の針にはホタルイカとサバの切り身を抱き合わせる。鈴木さんのタックルはシンプルな2本針の胴付き仕掛け。重りは120号を選択。松本さんも同様だが、仕掛けの上部に中重りをつけて餌にアクションを加える仕様だ。それでは1投目行ってきます。重り着底までどれぐらいの時間かかりましたか？そんなかかなかったよ。そこ125メーターぐらいとか。午前5時、仕掛けを投入し釣り開始。水深120メートルの海底を探る。松本さん1投目から当たりが。すると鈴木さんもヒット。なんか来たぞ。なんだろう。あ、なんか来ました。サバかな。来ました。サバ来ました。来ました。いや、これ魚がね、なんか食い上げます。違うね。長年の経験から本命のアカムツとの引きの違いが分かる。中深場釣りの定番ゲスト、サバのようだ。やっぱりサバですよ。サバっすね。いいサバですね。今日はね、この子はターゲットじゃないです。この矢ね、餌になるんでね。最初の何匹は決して邪魔者ではないんです。大事な素材です。カムツはこれサレが好きだから、重りがね、埋まってるんですよね。下が柔らかい、こうサデの底にいる魚だからね。
基本的には重り2、30センチでとか4、50センチぐらいで上げて仕掛けをこう動かしていくような感じ。つけっぱなしだとね、ずっとそこに置いてきちゃうことになっちゃうから、持ち上げて、で持ち上げることが誘いになるんで。おー、当たったけど、なんか違うかな。これまたサバじゃないの。お、サバっぽいっすよ。突き上げますもん。え、突き上げてくる。サバみたいです。サバサバ。鈴木さん2投目も連続ヒット。またもやサバかと思いきや、あれ、おめでとうございます。もしかして、でもあんな当たりかな。でも暴れないよね。暴れなくなった。なんかね、船長の目がね、今真剣な目でね見てるからね、これ赤ムズじゃねえかななんて思っちゃってるんですけどね。何のにねえかな。いや、ああ、重重重。おお、よし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 。さっぱりか。下ですね。そこ、やったね。やったね。超嬉しい。赤ムズ捕まえました。さすが。鈴木さん2投目にして幸先よく念願の赤ムツをゲット。それを横目に見た松本さん、ちょっと俺少し無口になるから。やばい、松本劇場始まりますよ。本当に喋んないですから。あの、声かけると黙っててって言われます。変なスイッチ入れちったな。変なスイッチ入れちったな。違う。なんか食った松本さん。サバっぽくない感じ。サバっぽくないでしょ。再び松本さんにヒット。果たして今度は本命か。よいしょ。おい、やったー。松本さん、釣り開始30分で狙いの赤ムツを釣り上げた。想像以上に幸先の良い釣果。船長の三橋さんに茨城県沖赤ムツ釣りの魅力を伺った。ここは110m から120-130m 浅い水深でね、釣ることができるんで、そうすると重りは軽くて済むし、釣りしててもやっぱ当たりはダイレクトに来るし、楽しいと思います。現在浅木沖では水産資源の保護のため、赤ムツを釣る数に上限を設けている。一応1人赤ムツ8尾ってことで一応お願いはしてますね。なるべく、ね、資源を大切にしたいもので、まあ、一応そのようにしましょうかってことで、まあ、一応協力してやってます。浅木沖の豊かな漁場、赤ムツ以外の魚の活性も上がってきたようだ。この風食ってたでしょ。メダイだ。何ですか。メダイだよ。メダイ、まだね、子供だから逃がしてあげます。はい。結構あれは水圧変化に強いので大丈夫。アジだぜ。アジやったね。あ、メバルだ。あ、でもいいメバルだね。赤ムツかと思った。メバルでした。深場にいる多彩なゲストが立て続けに釣れる。来た。そして松本さん、鈴木さんにダブルヒット。本当こそ赤ムツだろう。すごいなんかもぞもぞが長いっすね、なんか潮が流れてないせいなのかもしれないけど、さっきからそういう変な当たりが多いですよね。あれ、松本さんのも濃い。なんかね、強いよ。でも強い。大きいんじゃないの。小気味引きを感じる2人。
来た。やったぜ、赤睦。2匹目。どうかな松本さんのどうかな、はい、赤睦ですよね。わー、でかい。釣れた。イエーイ。2匹目。まさかの赤睦ダブルヒット。無口になっちゃうなこれ。面白すぎるよ。好調な松本さんのロットにまた当たりが。はい。はい、よろしく。はい、水一つ目ですね。はい、はい、っとこの日赤睦3匹目をゲット。夏の赤睦兆候、順調に兆候をキープする2人はどんな誘い方をしているのだろうか。だんだんちょっとずつイメージができてきてるんで、その答え合わせですよね。1日を通して絶対同じ組み立てで1日やれるってそうそうないんですよ。だから何かしらのやっぱり変化があるんで、その変化にねちょっとずつこう気づきながら対応していく。松本さんの釣り方と俺の釣り方ってちょっとイメージが違うんですよ。俺の場合は基本的には、例えば重りがこう今持ち上がってる状態なんですけど、重りがそこについた時に竿先がまっすぐに戻る程度だから、ラインは基本的に張ってる状態で、そこを探しながらこの海底を、海底気質というかな、ここが硬いのか柔らかいのかっていうのを見ながら、あ、今自分がここがチャンスじゃないかなっていうところを、重りで、重りからの情報でこう集中するタイミングを作ってる。松本さんの場合はもう完全にドンってつけてラインを少し吹かすような、そういう作業も取り入れてるんで、だからこの後だからこう2人とも違うんで、こう松本さんも俺の釣りを見てるわけですよ、釣りのスタイルを見てるわけですよ。だからどっちがいいのかっていうのはこの後半、少したるませて池を作った方がいいのか、それとも今まで通りのやり方でこうちょっと棚を広く探った方がいいのか。普通中深場っていうと、まあ、ほぼ置き竿で棚を取ってっていうような釣りだったのが、まあそのタックルをねライトにしたっていうことで、手で持っていろんなものをこう手で持っている中で感じられるっていうのかな、まあ、目でも当然見れるんだけど、その辺の面白みですかね。だから手で当たりも感じるし、誘うこともできるし、誘って当たりを取ってっていうとこじゃないかな。本当に面白いと思いますけどね。どうぞ。来ましたよ。はい。なんか引くな。ちょっと重量感ありますね。来た。いいね、この程よい緊張感。こう暴れてるとさ、なんかあれ、これ途中でさばく散ったかな。上げてて途中でさばく邪魔されちゃった。これがあると結構バレたりなんかするんですよ。1匹じゃないかな。おお、サイズがいいじゃないですか。よし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 、ジャンボ出た。おっと、ありがとうございます。よしよし、今日一やったね。鈴木さん、この日一番の赤睦を釣り上げた。その勝因は、朝ねステイト1メーターでやってたんだけど、船長がちょっと高いところを狙って、でっかいの狙ってみれば。来ましたよ。
やっぱりね、この釣りの肝になる、仕掛けのね肝になるのは、どうしてもやっぱこのステイトの長さ、下の1本目の針のが海底からどの位置に置けるかっていうところで、やっぱり杭って変わってくるんで、その次にやっぱり釣り方だと思う。やっぱりなんかこう寒猫って、ここのポイントって赤ムツの数釣りで有名じゃないですか、はいはい、でもこういうの一匹あるといいね。いいっすよね。羨ましい。やばい、嬉しくなってきた。OK、 できすぎだな。え、できすぎですよね。ね、茨城県沖夏の赤ムツ釣行、初日は大満足な結果となった。釣りの後の楽しみは自分で釣った魚を味わうこと。鈴木さんのご自宅にお邪魔して、釣った赤ムツのおすすめ調理法を伺った。一晩寝かせた赤ムツを冷蔵庫から取り出す鈴木さん。鱗を落として下処理を行い、3枚におろす。この脂、脂すごいっすよ。聞いてたよ。赤ムツは白身のトロと言われ、皮を引かずさっと炙って焼き霜をつけると、これでもかと油があふれ出す。結構ね、一般家庭でもね、お頭付きってそんなに難しくないですよ。なんとなくこんな感じかなって。釣り人だけが味わえる極上の一品。鈴木さんのおすすめは定番のお造り。続いて赤ムツを炭火でじっくりと焼いた塩焼き。いろんなことを検証するんですよ。ガス台に網乗せて焼いてみたりとか、いろんな焼き方をするわけですよ。でね、最終的にたどり着いたのがこれ。これマジうまいよ。炭火はほとんど水分を含まないため、表面がパリッとし、中は柔らかくふっくらと仕上がる。裏返して焼き目がある程度ついたら完成。多少焦げ目がつくことでパリッと香ばしさが加わり、骨からふんわり離れる白身と旨味あふれる脂に濃厚な味わいを楽しむことができる。やっぱうまいね。すごいよ、この甘みは最高ですよ。うん、ただね、釣ってくるだけじゃなくてね、最後まで釣りを完結させるのは食なんで、ぜひね、皆さんもね、チャレンジしてもらいたいと思います。釣行2日目、この日も夜明け前から出船。船長のガイドで昨日とは違うポイントに到着。今日の中深場の活性はどうだろうか。今日はですね、昨日まあだいぶね、カツ釣りも楽しめたんで、ちょっと船長にね、お願いして、大型狙いで、大きいのが混じるようなポイントを今日は攻めてくれるということなんで、昨日よりも大きい赤物を狙っていこうと思います。まずは肩狙いの場所ですということで、仕掛けとかは特別、昨日まあ朝ポツポツって釣れたんで、あんまし変えてないです。今の水深はね、114m ですね。来た、来ました。すごい。お、これは本物か。すごいけどな。はい、アラちゃん、お、本日の新しいゲスト。これアラ美味しいですよ。ちっちゃくてもね、美味しいんですよね。これこんな大きくなる。ちゃいとこじゃねえのか。それとは松本さん、うわ、それはもしかして、なんかでもね、振り幅がちっちゃいような気がするんだよ。あ、本物か。
それは本物だ。ウェイ出た。ウェイ。はい。はい。ああ、立派な赤松ですね。ねえ。松本さん、昨日に続きこの日も好調。落とした瞬間、おお、来た。鈴木さんのロッドにも当たりが。使ったか。よしよしよし。来たぞ。入るかな。うわ、見えた。アラだ。アラでした。お、あ、これは松本さんと同じスタートですね。次は赤松ですね。はい。いや、美味しいシリーズですよ。再び鈴木さんのロッドに反応が出る。逃げちゃったかな。出た。出るか。重量感的にはどうなの？本命っぽい。本命。赤松だ。赤松。鈴木さんにもこの日最初の赤松。沖釣りマスターと呼ばれる2人に赤松釣りの釣果を伸ばすコツを伺う。やっぱりその。まず赤ムツのを一匹釣るまでってこういろんなことしますよね。まあ止めとくよりは見せて食べやすくしてやる、はい、ハリスが意外と短いっていうか、うんうんうん、まあ50センチ60センチぐらいだから、はい、あんましこう置き竿にして船の揺れでこう動かすと餌が動きすぎちゃう、はいはいはい、で手で持って動かしても動きすぎちゃうんで、はい、なるだけ食わせの間っていうのかな、はい、動かして止めて間を作る、はいはい、でその間を作る時がところがどこなのかっていうのを探しながらじゃないですかね、はい、やっぱりこの釣りの肝ってステートの長さと、うん、単純に餌をどこで見せてこう食わせるかっていうその間ですよ ね、うんねうん、この組み立てですよね、うん、今までやってたことがダメだったら何か変えてみる、はいうん、釣れてたら釣れなくなるまでそれを繰り返してみるっていうところが大切なんじゃないかなっていう、ねはい、それがやっぱり釣果を伸ばす秘訣ですよ ね、うんねうん、ここで一旦近場の別のポイントへ移動しビッグサイズを狙う。カモメがさこうやって飛んでるとなんかホッとするんだよね。なんか魚いるんだなって。メバルダブルだ。この日も多彩なゲストに恵まれた。おお。君ですか。イエイ。おい新しいゲストだぜ。しかしなかなか本命には届かない。赤ムツ釣果も後半戦、残り時間もあとわずか。今日はでかいのアワーですよ、ね、サイズ狙いです。だから数じゃないんですよ今日は。船長もだからそういうところを回ってくれてるんだけど、はあ、まだやっぱちょっと早いのかなっていう感じ。おっ、なんすか。でかそうだね。わかんないよ。松本さんにこの日一番の当たりが。サバの引きとは明らかに違う。この辺ぐらいで最後成功してくれないかな。お、成功した。もしかしたら本命かもしれない。お、これは本命っぽいっすね。やったーやったー。出た松本さん。はい、エゾップしてよかった。やったー。釣れた。松本さんサイズアップの赤ムツをゲット。硬いね、うん、よかったよかった。さらに、さらに、おお、暴れる。本物っぽいね。違うのかな。本物っぽいよ。多分。うわ、暴れ。はい、赤物。はーい。
おー、でかいね、はい、おさすがですね。やったー、ポンポンってきましたね。松本さん、連続で赤ムツを釣り上げた好調の理由は？いや、もう船長がいいとこ連れてってくれるから釣れるわけですよ。だから乗り合い船っていうのはやっぱりそこが、あの岸から自分たちでポイント探して釣る釣りと違って、乗り合い船とかはその魚のいるところにまず連れてってくれる。だからその魚を探さなきゃいけないとかそういう心配をしなくていいんで、まあこういうところってなかなか個人じゃ来れないじゃないですか。で連れてきてくれて、でまあ釣り方もこう意外とこう確立されてるんで、それでやってもらえれば結構楽しめる釣りじゃないのかなって思ったりします。続いて両者ダブルヒット。メバルだったりした。松尾さんメバルだと思ったら俺らもメバルか、メバルになっちゃうじゃんよ。俺のは確定かな。確定。早いね、松本の確定だ。どうだ。松本さんはターゲットの赤ムツ。さて鈴木さんは、はい、やっぱり、はい、やっぱりなんだよ。お、違ったの。メバルだよ。あらメバルでした。松本さん赤松だったのにな。俺はメバルでした。でもすごい、うわ、なんかすげえの来た。ここで突然松本さんのロッドが大きく引き込まれた。なんだこれ。大物を予感させる強い引きが手元まで伝わってくる。いないっすか。いなくなった。あ、いるか。何、松本さん。いや、怒らんない。すごい引っ張ったね。すごい引っ張った。エンディングかこれが。え、エンディング。言っちゃったから分かんないけど手応え的には結構いい手応えですよ。あの、笑みがこぼれる前にちょっと引きずっちゃうまだ上がってきてないからね。重さはね、強一で、引きも強一ですよ。これまでと違う感触、竿先が大きくしなり強烈な引き。果たしてラストを飾る本命をゲットできるか。強いの。もうしかもダブル下は。悲しい。何ダブルなの。悲しいよ、ちょっと。名手松本さんを惑わせたのは目鯛のダブルヒット。でもね、暴れる辺が一緒なのよ、大体。あ、大体そうそう、似てるんだ。だからちょっとね、っていうかかなり期待してた顔が暴れるの。顔が本気だったもんね。いや、本気になったっすよいつものケイチになってたよショックだな、マジで。よし、やっちゃった。ここで釣り終了の合図。ああ、大きいの見せられなかったな。充実した2日間の赤ムツ釣行。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なかなか2日間ですけどね、いい釣りやりましたね。魚が濃いね。濃いですね。これがさ、松本さん、今7月でしょ。8月9月もっとすごいでしょ。絶対おすすめですよね。ですよね。サイズ関係なしに釣れると嬉しいもんですね。ですよね。で、ほらゲストも多彩で、当たりは結構あるし、はい、すごい楽しい2日間だったな。そうですね。なんか流すたびに外れくじなしみたいな、はい、当たりはあるぞみたいな
初日はね普通にやって、まあ、普通に数釣れて、はい、今日はあれですね肩狙いっていうことで、そうですね、まだちょっとやってないポイントみたいなところを見に行った感じがあったんでね、初日に比べると本命自体はちょっと少なかったけど、まあね超でかいやつね紹介したかったですけど ね、まあこれだけ紹介できれば十分じゃないですか、十分でしょ、まあ、今日はお疲れ様でした、お疲れ様でした。タックルの進化により中深場の釣りはゲーム性の高いものへと変化しつつある。今回もアカムツの他にさまざまな美味しいゲストと出会うことができた。海底に住む魅力的な魚を自ら釣り上げて美味しい料理を楽しんでみてはいかがだろうか。